のミナイライブ吉田君のワールドヘイマスニアクルパンド吉井達うわー立てよ立てよ立てよ17歳の子で子さえ守れねえんだろうって言ってんだろ関係ねえよ俺は絶対最後あいつらに勝ってやるからどんな手を使ってでも勝ってやる今俺こいつしか味方いねえからよ絶対お前だけは守るってたのに今日守りきれなかった情けねえけど悪かったなでも絶対俺優殺禁断を立て直すからこれからも頼むな今井何だっけライムかいいじゃん吉田つよりいいじゃんなんかさツイッターでさなライム俺がお前を守るみたいなこと言ったけどさ大して守れてねえなそんなことよりかさ、おい、そのライムに対してはそういうこと優しいとかさ、俺が守るとかさ、言ってるくせにさ、おい、前の時何なんだよ。おい、立花、植木、アッキーの時はそんなことなかったな。おい、どうしたライムの時には、なぜそんなに優しいおい、お前、ライムをフィルターにして、おい、元スピードの今江里子、見てるんじゃねえのかおい、そんなな、わかりやすいことな、忖度してんじゃねえよ。だったらよ、ちゃんとライムをよ、プライベートからよ、おい、取材とか何もカメラ入ってない時からよ、ちゃんと面倒見ろよ。おい、それもしねえでよ、偉そうにぶっこいてんじゃねえぞ、おい。お前が見てんのは、今江里子だけだろ。おい、俺たち見ろよ。おい、植木見ろよ。おい、橘見ろよ。おい、そういうとこで。ライム君、いや、今日すっごい自立してたね。あんな、吉達キングダム、吉達、あんなんよか全然独り立ちしてた。もう、な、カズマ坂本のいる俺たちのところへ自立して来いよ。吉達キングダムなんかに行っちゃう。お前の未来が埋もれちまう。いいか、未来があるのはカズマ坂本、植木隆之、立花聖吾、バリアンアッキー、俺たちのいるチームだ。早くおいで。今井、ライム君待ってるよ。なんかもいいけどよ、おい、その優しさもう少し早く気づくべきだったな。おい吉達、お前のそういうところダメだ。